ワープドツーアーとは、アメリカ合衆国とカナダで、毎年6月から8月あたりに開催されていた、アメリカ最大級のロック、エクストリームスポーツの都市巡回型フェスティバルである。正式名称は、バンズワープドツアーだが、単に略して、ワープドツアーと呼ばれる。1995年に初開催され、2019年に終了した。全米を代表する複合型フェスティバルの一つで、 毎年、主に、パンクロックバンドを中心とした100を超えるロックバンドと、有名、BMX ライダー、プロのスケーターなどを交えて、北米40以上の都市をサーカス団のごとく回る。また、数多くのインディーズバンドの登竜門的な役割も果たしており、このツアーによって知名度を獲得し、その後大ブレイクしたバンドも数多く存在している。バンズワーアップドツアーの バンズとはアメリカのスニーカーブランドの名称であり、ワープドツアーのスポンサーであることから先頭につけられている。2010年のウルタナティブプレス、アドベントステージとグラマーキルズステージの様子。1994年にケビン・リーマンによって創設された。もともとはスケートボードの大会の際にバンド音楽を流そうという試みから始まったもので、それが 少しずつ規模が大きくなっていき、最終的に全米最大級のフェスティバルにまで発展した。彼は、このワープドツアーの他にも、テイスト・オブ・カオスなど、他の大規模、ロックフェスティバルの発起人でもあり、まさにこの業界の第一人者とも呼べる存在である。記念すべき、第1回目の開催は、1995年8月4日のソルトレークシティ公演。また、 1998年には日本やオーストラリアなどアメリカ以外の国でも開催された。入場者数も年々増加していき、毎年およそ60から70万人を動員していた。創始者のケビン・リーマンは2018年のバンズワープドツアーが最後のツアーになると明言した。翌2019年は3都市のみで開催され、25年の歴史に幕を閉じた。 2010年8月のスケジュール表。出場するバンド名とそのステージ名、そして公演開始時刻が、このように一枚の大きな掲示板に記されている。ハーフパイプ上をスケーターや BMX ライダーが走りながら、その背後ではパンクロックバンドによるライブが行われている。このロックライブについてだが、大体いい午前11時くらいに始まり、午後9時くらいまで開催されている。 また、ライブステージが全部で10個ほど設置されており、著名なバンドはそのうち2つ用意されているメインステージにて公演を行うことが多い。ちなみに、1つのバンドに与えられるパフォーミング時間はおよそ30分で、それが終わると違うバンドと交代する。この他にも売店やフリーマーケットが展開されている。また、各バンドには簡易テントが用意されており、そこで 自身の CD やグッズの販売、ファンへのサイン等を行うバンドも多い。2006年からはエコ活動も積極的に行われるようになった。代表的なものとしてツアーバスにはバイオ燃料を使うパフォーミングステージには太陽光電池を設置すると、これによって多くのガソリンや電気が節約できるようになり、その効果も多方面から評価されている。 2009年からは、二つあったメインステージが一つに縮小されることとなったが、その代わりに、各バンドのパフォーミング時間は、以前の30分間から40分間へと伸びている。開幕当初は、ノーユーズフォー、A n ネームなどのパンクやスカイオリのバンドが中心となって、同ツアーを盛り上げていたが、年数とともにポップパンク。しかし、どの年のツアーもその時代の流行を反映したバンドが、 中心となっており、その構成は目まぐるしく変わっている。例えば、近年は、エモや、スクリーモがパンクをしのぐほどの人気を見せているが、それに合わせて、ボーイズ・ライク・ガールズやアンダースをメインステージ公演に起用するなど、主催者側も、きちんと時代を反映したバンド構成を行っている。ワープドツアー2006の入場パス。 入場料を支払ってパッサへ入手すれば、すべてのパフォーマンスを閲覧することができる。入場料は年、年や開催地によって異なるが、だいたい40ドル、60ドルの間のことが多い。これまで15年以上にわたって開催された、このワープドツアーだが、すべてが円満に終わったというわけではない。今までに起きた、主なトラブルは、以下の通り。8月4日に、ソルトレイクシティからスタート。 フェニーワイズの公演7月4日にアリゾナ州フェニックスからスタート7月3日にロサンゼルスからスタートザ・バンドルズの公演7月2日にカリフォルニア州ラグナヒルズからスタート6月25日にテキサス州サンア・アントニオからスタート6月25日にアリゾナ州フェニックスからスタート6月22日にアリゾナ州フェニックスからスタート 6月19日にアイダホ州アイダホセンターからスタート6月2日にテキサス州ヒューストンからスタートアンチフラッグの公演6月18日にオハイオ州コロンバスからスタートアンバーパシフィックの公演6月15日にメリーランド州コロンビアからスタートニューファウンドグローリーの公演6月29日にカリフォルニア州ポモナからスタート パラモアの公演、6月20日にカリフォルニアシーポモナからスタート、ザ・アカデミースの公演、6月26日にカリフォルニアシーポモナからスタート、アルカライントリオの公演、オブ・マイス・メンの公演、ありがとうございます。